枝打ちやガラは、ランカイモネヤガラ属の単子葉植物。小笠原諸島、沖縄島以南の熱帯アジア地域に自生する、多年草。シンビジウムに似た、長さ30センチメートル程度の細長い葉があり、偽球形の肥大成熟後に落葉する。夏季は、日本国内では4から7月頃。花時に葉はなく、地表を半地下にできた。 経乱台の偽球形の側面から花形を伸ばし、創状に多数の花をつける。花形はしばしば分子し、これが和名の由来となっている。花は紫褐色の筋がある。黄緑色で、学変と側花弁は線状皮神経、神弁は白色で一部は炭石色を帯び、中央裂片状には毛が密生する。開花結実後に、 偽セ休憩の基部から新しい芽を出す。パイオニア植物的な生活史を有する。地表格乱で生じた拉致に微細な種子が風で運ばれて、発芽し、時には宅地造成地などにも出現する。地勢乱としては異例に強光を好み、日光の直射を受ける環境に生育する。環境に順応している状態であれば、亜熱帯域の強烈な太陽光が当たっても、 紫外線障害は生じない。周囲の植物が成長し、日照量が減少すると衰退消滅する。冬季摂氏10度前後までは耐えるが、生育開始温度が高いため、一般の要欄に準じた越冬管理を行うと出荷が初回以降になる。その場合、本土の気候では秋までに十分な生育量を確保することができない。 バンダ族のような探検種のランでは、環境が不適当な場合でも複数年かけて1年分の生育を達成させることが可能だが、本種の生育サイクルは基本的に単年度型である。日本の大部分の地域では肥大完了を前に生育停止し、新しく形成される偽球休の大きさが年々縮小する。半年以上にわたって真夏並みの高温。 強行を継続できなければ、偽休憩を前年度以上に肥大成熟させることは難しい。メタルハライドランプなどの特別な高熱源を直上から照射し、十分な高量と高い地温を維持するなどの手法を取れば、個体維持も不可能とは言えないが、日本本土において一般的な園芸設備のみという条件下であれば、長期栽培は困難である。 熱帯域では栽培上の問題はないが、栄養繁殖しにくく、花も地味であるため実際に栽培されている事例は少ない。営利増殖もほとんどされないが、無菌発種は容易であり、禁煙族との間に園芸交配種も作出されている。英国王立園芸協会の乱交配種登録には、グラマトフィラム族、アンセリア族との属間交配種が登録されており、 未登録であるが他族との交配種もいくつか作出例がある。ハワイ諸島やオーストラリア熱帯域などでは外来種として警戒対象になっている。パシフィックアイランドエコシステムズアットリスクエウロフィア・グラモネア。ありがとうございます。